皆さんこんにちは、ステラです。今回はハロウィンキルト2022しつけの仕方していきます。今年は久しぶりにハロウィンキルトデザインしてみました。まあというのも、私自身があまりハロウィンに馴染みがなくって、で、毎年デザインはしてないんですね。本当何年かに一回とか。前回デザインしたのは、確か魔女と周りがハウスみたいな感じだったんですけど、今回は周囲にデザインがあるタイプではなくて、中央からデザインになってます。で、今回はですね、4分の1のデザインにしました。ただ、コウモリの部分は8分の1になってます。ですが、魔女の部分とこの中央のクモの巣をイメージしたデザインのところが、まあ、4分の1なので、まあ、今回はね、8分の1ではなく、4分の1で、作っております。で、いつものように、中心決めてもらって、ここですね。中心決めてもらって生地を折ってアイロンをしてからカットして広げています。で、今回はしつけの仕方ということなんですが、まあ、いつものねハワイアンキルトと同じように中心からこうね十字斜めで入れていって、あとはねこの1センチ内側をアプリケと逆回りに進めていけばいいんですけれども、ここですね、この魔女のここの頭のね帽子のところとコウモリのところが今回はつながってません。ですので、まあどうやってしつけしたらいいのかって、まあねちょっと迷うのかなと思って動画撮ってます。まずね最初十字で斜めですが、ここねちょっと細いんですね、細いんですけれども、ここ斜めてもらって、まあ、魔女のちょっと手前までしつけをして、で一旦ここで糸切って、で次にここですね、ちょうど45度の斜めのところだけしつけをします。これを4箇所やっていきます。はい、十字終わったら、この斜めですね。で、ここね、あんまり玉止めがいっぱいあると、まあ、邪魔って時は少しずらしてもいいんですけれども、アプリケする時にね、切っても、玉止めのとこだけね、カットしても大丈夫ですので、まあね、密集してるのが嫌な人は少しね、ずらしてください。
上下左右斜めに大まかにしつけが終わったら、今度はこのね、ま、アプリケのするところ、この端っこ、この生地の端ですね。この生地端から約1センチ内側を細かくアプリケと逆にしつけをしていきます。部分部分でしつけしていって構わないので、こちらね、まずは内側の魔女。こっちも内側の魔女。魔女やったら、今度は蜘蛛の巣。蜘蛛の巣のところはここね、中心1本しかこうね、入らないので、まあしてもしなくてもいいかなって感じです。で、終わったら、このコウモリのちょうどこの内側をしつけして、今度は外側をしつけして、とやっていくと効率がいいです。では少しね、しつけしていきます。私がね、右利きなので、アプリケはこっち回りになるんですね。なので、今回魔女の部分は、このように進めます。左手がね、使いにくいっていう人は、まあ、なるべくね、この生地は置いたままの方がいいんですけれども、まあ、自分がね、回ったり、まあね、生地を回しても構いません。ただね、ずれないようにだけ注意してください。動かしたりね、する場合は、必ず、きっちりね、待ち針をつけて、しつけしてください。で、しつけした時ね、生地が浮かないように少しね、ポンポンと叩きながら中のね、空気をこうやってね、逃がしてあげるのも上達の秘訣です。あとこの糸はね、引っ張りすぎないように気をつけてください。はい、で、これで一周ですね。最後はね、玉留めでも返し縫いでも構いません。はい、で、同じように残りの魔女の部分と、あとコウモリの部分ですね、しつけしていきます。はい、しつけ終わりました。このようにね、なってれば大丈夫です。で、今回は切り込みを入れるところたくさんあります。まあ、代表的なところで言うと、ここすべてね、 V なんですね。 V なので、デザインが入ってますので、デザイン画を参考にしながら、適切ここは V で切り込みを入れて形を整えてください。まあ、なるべくね、同じ大きさになるのがいいんですけれども、まあ、少しね、違っても別に構わないです。はい、で、あとここですね、ここも全部V です。ここも全部 V ですね。なので、切り込みを入れながら今回は縫い進めていくというのが一つのポイントになります。このコウモリのところとかもね、コウモリのところ、ここね、ちょっと顔があって、まあ耳なんですけど、ここも切り込みをちゃんと入れとかないと、こことここ、あとこことここ、ここね、切り込みを入れないと綺麗なね、形が作れませんので、そこだけ注意してください。で、ハロウィンプリントはまだ決めてないんですけど、いつもね、ぶっつけ本番で仕上げているので、額縁みたいにするのが私好きじゃなくて、実はこのベースの生地と同じ色でパイピングをしたいんですけど、まあ、せっかく可愛いハロウィンプリントがあれば、こうね、耳でちょっとね、残して仕立てるのもいいのかなと思いつつ、まだ考えてます。実際はね、どう、もう多分この動画がアップされてる頃にはもう出来上がってるので、どうなってるかお楽しみにというところなんですけれども、今ちょっとね、紫が濃く映ってるんですけど、本当はね、もうちょっと薄いんですよ。多分今ね、ライティングの関係で
うん、少しね濃い紫に映ってると思うんですけど、もう少しね実際は明るい紫になってます。また完成写真をねアップしますので、またね楽しみにしていてください。はい、じゃあ今年はこのハロウィンキルト作っていきます。いつも見てくださってありがとうございます。ステラでした。またねー。